西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしく。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。ストレートを持ってきました。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。この打球はどうだ、切れるか、わずかに右に切りました。ファールボール、2ストライクです。またファウル。次が5球目、見逃して三振になります。まず1つアウトを取りました。バッターは2番に入っている松本ピーターズ。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。中村が掴んで2アウト。バッターボックス丸、2アウトになっています。マウンド上ピーターズ、そして初球打ち、一塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあ、そして打席には岡本が入ります。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。インコース打ちました、いい当たり。このピンチ空振り三振に切って取りました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。さあ、これからベイスターズが守備につきます。そしてバッターは塩見、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか、ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ、2球目は何か、外へのカーブ外れました。ボール先行です。次が3球目、バッター取りました。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている浜田、森本、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、サードが取る、アウト、ツーアウト。バッターは3番山田、ツーアウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。アウトコースへのカーブはボールです。ボール先行です。ファウルになります。インコース詰まりました。ライン際へ打ち上げています。2回表に入ります。ベイスターズの攻撃、打順は5番中村。スワローズバッターボックスには代打の小久保。さあ、西さん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。スライダーできました。ノーボール2ストライクです。ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。はい、打ちました。山田アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは DH 森ピーターズ。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。インサイド変化球決まっています。コーナーを突きます。ノーボール2ストライク。変化球で空振りを取ります。バッターは7番に入っている中村。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。空振りになります。151キロ、アウトコース打ちました。長岡が掴んで3アウトです。ここでベイスターズ守備を変えてきました。2回の裏、さあ、スワローズこの回は4番から始まります。村上が打席に入ります。
スワローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の一塁線、抑えた、そのまま入って一塁アウト。バッターボックスには5番サンタナ、森もまずは先頭バッターを打ち取っています。外のボール打った、ワンバウンドヒットになった、レフト前ヒット、さよならのランナーが出塁します。バッターボックスオスナ、ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球打った、取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト。3回に入りますベイスターズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の牧原。スワローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファールボールです。ノーボール2ストライクです。このピンチ見逃しで三振を奪いました。初球打ち掴んだ、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。3回の裏に入ります。7番から始まるスワローズの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは長岡。スワローズ得点に動きはありません。0対0で迎える、さあここでスワローズ代走を送ります。最初は変化球できました。外れました。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。右中間へ、このフライはヒットになるぞ。セカンドランナースタート、送球する、ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには中村が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ決めればさよならですからね、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。3球目は何で来るか。うちのボール打った、落ちた、ヒットになる、ホームイン、決めた、中村サヨナラのタイムリーヒット。なんという